あなたが欲しかったのは英雄の名声？それとも竜の強大な力？違う！運命の鎖は今、高校と共に解き放たれた。荘園の香りをまとう謎の少女は、アラに竜との契約解除を求めて迫る。イグレーンにただ一つの力、竜の背に騎乗するのは自分こそがふさわしいと。暴風と吹きすさぶは竜の力、向かい抗うは人の意志。竜が人にあだなす怪物であると、その身をもって思い知るがいいよ。次回第2章、アベンジャー、憎しみもまた人を動かす力とな。